我に苦しんでいたが打率294、8塁打、11打点、オプス 1.089 と復活。エンゼルス54、レイズ、日時間18日セントピーターズバーグ。エンゼルスのマイク・トラウト外野手が17日、日時間18日、敵地で行われたレイズ戦で8号ソロを放った。18試合で打率294、8塁打、11打点、オプス 1.089 と絶好調をキープ。32歳にして、初の塁打王も狙えるペースを維持している。2番、中堅でスタメン出場すると、1走者なしで迎えた第1打席。レイズ先発のリトルが投じたシンカーを完璧に捉えた。トラウトらしいコンパクトなスイングから、打球は右中間スタンドへ一直線。打球速度 105.4 マイル、約 169.6 キロ、飛距離400フィート、約 121.9 メートル、角度26度の一撃だった。試合前の時点で、レッドソックスのタイラー・オニールと並ぶ7塁打だったが、この一発で、リーグ単独トップに浮上。かつてはメジャー最強の野手とも呼ばれたが、近年は怪我に苦しみ、昨季も82試合の出場で18塁打に終わっていた。大谷翔平投手がドジャースに移籍した今季、チームを引っ張っている。フルカウント編集部。